はい、こんにちは、116ウィンズです。マリナーズは現在ポストシーズン争い真っ只中にいますが、そんな中ひっそりとですね、マレックス・スミスが11日に MLB の40人枠から外されてしまいました。昨年外野のレギュラーとしてプレーしていたスミスですが、今季は開幕から調子が上がらず、8月18日にはマイナー降格、そして今回本当にひっそりと40人枠からも外されてしまいました。で、さらには60人枠からも外されてしまいましたので、今季再びメジャーの舞台で彼の姿を見ることはもうないかなという感じになってしまいました。スミスはもともとトレードで獲得しまして、今季がマリナーズでのプレー2年目となるんですが、獲得当初は本当に期待していた選手だったので、たった2年間でこうなってしまったのは本当に残念でならないですね。なので今回の動画ではスミスのマリナーズでの2年間を振り返るとともに、チームが今後スミスをどうするつもりなのか、そしてスミス自身の未来はどうなるのかというところを話していきたいなと思っています。先ほども少し触れましたが、スミスはトレードで獲得した選手なんですね。2018年のオフにレイズから獲得しまして、マリナーズは正捕手のマイク・ズニーノら3選手を放出して、このスミスとそれから現在メジャーでプレーしているジェイク・フレイリーをレイズから獲得しています。スミスは2018年にレイズでブレイクを果たしまして、この年141試合で打率2割9分6厘40盗塁と俊足の外野手として活躍しまして、ウィンズアボブリプレイスメントも 3.6 と非常に好成績を残しました。メジャーでのプレー年数もまだ少なく、チームの保有権も長いことから、2018年のオフにチーム再建を決断したディポト GM としてはこのスミス非常に魅力的に映ったんでしょうね。私自身このトレードが発表された際には、まあズニーノを放出してしまうのは非常に残念ではあったんですけれども、ただこのスミスも運動能力があって、でさらに18年は出塁率3割6分7厘も記録していましたので、それなりに塁に出ることもできるような選手だと考えていましたので、数年間はマリナーズのリードオフマンとして活躍してくれるかなと期待していたんですけれども、ただ残念ながら思惑通りにはいきませんでした。昨年は右肘の違和感で開幕出遅れますと、復帰後もなかなか18年に見せたような打撃ができないような状態が続いていました。で、打撃が悪いだけならまだ良かったんですけれども、スミスのセンター守備に関してもなかなか問題がありまして、非常に運動能力は高いんですが、打球の判断を見誤ったりですとか、結構目立つミスをしていた印象がありまして、で実際守備の指標でもセンターのアルティメットゾーンレーティング UZR ではマイナス 8.5、 ディフェンシブランズセーブ度 DRS もマイナス11と平均を大幅に下回る守備力でしたね。もっともスタッドキャストで計測された情報をもとに算出されたアウトアボブアベレージではプラスの成績を残していましたので、本当にスミスの守備力に関して問題があったのかはやや議論の余地があるとは考えているんですが、ただ見た感じ正直うまいとは言い難いかなという印象ではありましたね。昨年1年間攻守に迷走したスミスは、獲得当初期待した姿からは程遠かったですし、まあ一応46盗塁記録して盗塁王にはなったんですが、ウィンズアボブリプレイスメントはマイナス 0.1 と前年から大幅に成績を落とす1年となってしまいました。そして再起をかけた今シーズンですが、残念ながら打撃不振から抜け出すことはできませんでした。一応開幕スタメンには名を連ねたスミスですが、開幕からノーヒットの期間が長く続き、昨年以上に打てない状態となってしまいましたね。今季は14試合で打率わずかに1割3分3厘。もちろんこれには彼のキャリア平均を大幅に下回る BABIP 1割8分8厘が影響している可能性はあるとは思うんですけれども、ただ正直今季のスミスの打撃を見ていても、あまりヒットが出そうな感じは残念ながらしなかったですね。自分のバッティングを見失ってしまっているような姿にも個人的には見えましたね。チームとしても昨年からスミスの復調を願って我慢して起用し続けてきましたが、さすがにもう我慢の限界と言いますか、ディラン・ムーアなど若手選手が台頭してきている中で、いつまでもスミスに出場機会を与えるわけにもいかず、8月8日以降は本当に露骨に出場機会が減り始めましたね。そして8月17日にマイナー降格となった後、今月11日にはついに40人枠までも失ってしまいました。期待の若手選手、数年間のレギュラーとして期待した選手がまさかたった2年間でここまで転落してしまうのは本当に予想もできませんでしたし、先日ボーゲルバックが DFA された時も同じことは思いましたが、どうしてこうなっちゃったんだろうなとは思ってしまいますね。で、ここからは今後の話、まずマリナーズでのスミスの未来について話していきたいと思うんですが、スミスは今回40人枠を失ってしまったものの、一応まだマリナーズには在籍していることにはなっています。今期の年俸は235万ドルでして、で順調にいけば来期が年俸調停2年目の選手なので、40人枠にさえいれば当面はチームが保有することもできたんですが、ただこのタイミングで40人枠から外し、でさらには60人枠からも外しましたので、おそらくマリナーズはスミスをもう戦力としてカウントはしていない、完全に将来の構想外と判断したのではないのかなと考えています。マリナーズはメジャーに新人王候補カイル・ルイスや
今季ブレイクを果たしたディラン・ムーア、で、さらに参加にはトッププロスペクトのケレニック、ロドリゲス、そして先日のパドレスとのトレードで獲得したトランメルもいますので、正直外野手は飽和状態にあるんですね。スミスはメジャーでのサービスタイムが3年を超えており、マイナーリーグ FA となることもできますので、おそらくもうマリナーズには残らず退団するのが濃厚なのかなと考えています。獲得当時は長く保有できることが一つ魅力だったわけですが、たった2年間で手放すことになってしまいましたね。そしてもっと問題なのはスミスの将来についてですよね。ここ2年間で一気に選手としての価値を落としてしまったスミスですが、とにかく打てないことには彼の最大の武器である足がいきませんので、なんとか打撃を2018年並みの水準に押し上げない限りはメジャーのレギュラーとして長く活躍するのは非常に厳しいのかなと考えています。スミスのような例で言いますと、ビリー・ハミルトンも非常にいい例ですよね。ハミルトンも毎年50盗塁を記録するような選手でしたが、ただなかなか打撃がついてこず、現在はいろいろなチームを転々とする選手となっていますので、やはりいくら足が速くても打てないことにはなかなかメジャーで活躍するのは厳しいのかなと考えてしまいますね。もっともハミルトンに関してはセンターの守備に非常に定評のある選手ですので、守備と走塁面に関しては一定程度需要のある選手ではあります。ただスミスは正直守備力に関しては疑問符がつくような選手だと考えていますので、このオフ仮に FA になったとしてもメジャー契約はおそらくもらえず、マイナー契約止まりなのかなと予想しています。ではそんなスミスが大活躍した2018年を思い出すためにはどうすればいいのかというところを最後に見ていきたいなと思います。スミスは選手のタイプからしても打球速度などで勝負できるようなタイプではありませんので、やはりヒット性の打球を増やしていくしかないのかなと考えています。特にライナー系の打球を増やすべきなのかなと思いましたね。2018年はライナー率が 28.1% で、これはキャリアハイの数字、成績を落とした昨年と今季はこのライナー率が一気に落ちてますので、やはりヒット性の打球を増やしていくのは一つ復調の鍵になってくるのかなと考えています。続いて2つ目は三振数を減らすことですね。スミスのような足の速い選手で三振が増えてしまうと、なかなかヒットを稼ぐ機会も減ってしまいますので、ここはもう少し下げた方がいいのかなと考えています。実際2018年は三振率 18% で、これはキャリアで最も低い水準でした。三振を減らすために当てればいいのかと言われればそうではないんですけれども、ただスミスのようなタイプの選手ですと三振数をある程度減らした方がいいのではないかと考えています。そして最後は運を味方につけることですね。多分これが一番大事でして、2018年の BABIP は3割6分6厘と彼のキャリアの中で最も高い水準となっています。やはり一発がない分どうしてもインプレーの打球が増えますので、ある程度成績を残すためには運も味方につけなければならないのかなと思いますね。運に関してはスミスだけではどうにもならない部分もあるとは思うんですけれども、ただ最初に言ったようなライナー系の打球を増やすなどして、そもそもヒットになりそうな打球を増やすことができれば BABIP も上向きますし、その結果として成績も上向いてくるんじゃないのかなと思いますね。正直運の要素も絡んできますし、そう簡単に2018年の水準まで戻るのは容易なことではないと思いますけれども、ただまだ年齢も若い選手ですし、個人的にも期待していた選手ではありますので、なんとかですね、マリナーズでは難しいかもしれないんですが、選手として復活を果たしてぜひキャリアを立て直してほしいなと考えています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。